毎日投稿できてない Vlog です。今日は、1個目がですね、ここ何日かで起こってる出来事をまとめると、1個目がアンカーのロボット掃除機ですね。このユーフィーっていうアンカーが出してるロボット掃除機があって、まあ高性能なのか安いのまであるんですけど、私が使っているのはですね、このハイエンドではなくてこれですよ。このモップ機能付きってやつがあるんですよ。掃除機本体と、まあ、後ろに水をタンクと、その水タンクから出てくる水で濡れるモップがついていて、前の方で掃除して吸い込みながら後ろで水拭きするっていうやつがあって、これ今 26,800円って書いてあるんですけど、発売当初なんか割引で2万円強ぐらいで買えて、おいめちゃくちゃいいじゃんと思って1台買って、使い始めたらもう毎日水拭きした後の床を歩くのがもう癖になっちゃって、結局2台買ってフロア別で今1階と2階それぞれにこいつがあって、毎日掃除してる感じなんですけど、まあ全然吸引力とかこだわらなくても水拭きである程度さらってくれるので、全然これでいいかなと思って愛用してます。でも使い始めて1年ぐらい経つんですが、ですね、ちょっとトラブルがあって、はい、このロボット掃除機のお尻の部分にゴミを溜めるこのタンクと、モップ、ちょっと汚くて申し訳ないですけどモップがついていて、モップがですねこんな感じで裏が地面を拭くモップになっていて、この上に水タンクがあるんですよ。でモップの裏側に水が染み出てくるところがあって、適度に濡れた状態で拭いてくれるっていう機能があるものなんですけど、ここのですね後ろに何の意味があるかはちょっと私もわからないんですけど、ローラーがついていて、多分モップと床の摩擦力をある程度一定にするためについているローラーがあるんですけど、これがねポロって取れるんですよ。まあこの水タンク側の樹脂パーツが割れて、このローラーを支えている軸がポロって取れるって感じなんですけど、家の中になんかビーズみたいなのがなんかたまに転がってるんで、何なんだろうなと思って見たら、このロボット掃除機から転がってる部品でした。でこれをまあ別にこれがなかったから掃除できなくなるかっていうと、全然掃除ができてるんでもういいかなと思っていながらも、私も知り合いが何人かこれを使ってる人がいて、話を聞くとみんなここは壊れてるんですよね。壊れてるんですよ。で私は1年ぐらい壊れてなかった、最近壊れたので、ああやっぱそうなるのかって思ったんですけど、もう壊れた人は初めの買ってから1ヶ月ぐらいで壊れてる人もいて、なんかそれをアンカーに問い合わせたら交換になるらしいんです、本体ごと。それそこまでしてくれなくても別にこのタンクだけ売ってくれてもいいんだけどなと思いながらも、一応アンカー自体の保証期間っていうのがね18ヶ月ぐらいあるんですよね。意外と長くて、まあ30日は返金してくれるんですけど、それを過ぎると18ヶ月の長期保証っていうのがあって、一応18ヶ月までは修理交換みたいなことをしてくれるらしいので、ちょっと今回はあえて2台分この18ヶ月の保証っていうのをちょっと試してみようかなと思います。まあ、いつかは多分また壊れてしまって、もうその保証期間内で治らないこともあるんでしょうけど、その時はまあちょっと買わせてもらうとして、ひとまず今回どういう対応になるのかっていうのを今ちょっと問い合わせてみていますっていうのが1点ですね。まあ安かろう悪かろうで、安いの買ってんだからしょうがないだろうって言われたらそれまでなんですけど、まあでも個人的なあれなんですが、最近のこういうサポートとかはもう中国とかの方が圧倒的にいいですよね。交換対応してくれるのですごく気持ちがいいんですよ。日本って理由は何だとか、どういう原因でとかっていろいろ詮索されて、なんか自分たちの都合のいい方向に持ってかれて、結局それは無償対応ではないですねみたいなことになることが多いんですけど、アンカーとか最近だとあれですよね、 TP リンクとかルーターとか、もうそういうところはもう壊れた原因をそこまで深いことも聞かず、さらっと交換して終わって、でその交換で返品した本体を向こうでちゃんと解析して次の開発にフィードバックするみたいなルールができてるみたいなので、もうそういうところは素晴らしいなと思いますね。日本メーカーって壊れてもそれは俺のせいじゃないって突き返してくるので、中国メーカーは素晴らしいですっていうのが一つ。もう一個がもうちょっと何も説明したくしたも逆にイライラするんであんまり説明したくないんですけど、一個
まあ、それの逆の対応のパターンが1個あって、この Pixel 5ですね。前動画で壊れて再起動し動かなくなったっていう動画を上げたんですけど、あれから結局 Suica が使えないのをどうすれば治るのかっていう問い合わせをいろいろした結果、もうこれは修理の扱いになるって言われてしまって、修理出したんですよ。で、修理出した時は見積もりゼロ円で保証期間内だからって言って送ったんですけど、なんか向こうで見積もり出したら2万円かかるって言われて、逆に何に2万円かかるんだと思って、一応その承認をする前にソフトバンクに問い合わせしたんですけど、私が申告したマイソフトバンクから、まあ、ソフトバンクで買ったピクセル5なんで、ちょっとそういう関係の人は気にしておいてほしいんですけど、マイソフトバンクで申請、修理を申請した時に、まあ、原因の項目をいろいろ選べるんですけど、その選択肢ってかなり限られてて、自分の症状と合致する症状がその中にないんですよ。でも備考欄みたいなのもなくて自由記述ができないので、もうどれかを選んで送るしかないんですけど、もうそのどれかをとりあえず一番再起動してた時期の症状に合わせて書いて送ったら、どの症状も再現できませんでしたと。申告された症状はどの症状も再現できませんでしたと。ただ外的な圧力とか落下による、損傷が想定されるので内部基板を交換しますと、そういう見積もりだったんですよ。いや待て待てとどの症状も私は与えてる記憶もないし、外装が別にへこんでるわけでも落としてるわけでもないし、何も起こってるわけがないのに、なんでそのなんていうんだろう、治る原因がそこにあるって分かっていて、かつそれが優勝修理なんだっていう話をしたんですけど、いやもう外装からの損傷だって言われてるので、私たちとしてはもうこれしか選択肢がないですって言われるから、ああそうですかって言って、もうじゃあとりあえず使えないのも困るんで2万円入りますよって言って修理を出したら、まあ帰ってきて 2,3 日で、で一応使えるようにはなってるというか、まあ本体交換だと思うんですけど、こう使えるようになってるんですよ。で改めてもうモンスタークレーマーになる気もないんですけど、修理窓口に問い合わせたら、なんかどうもソフトバンクの修理窓口ってそんな人数いないみたいで、私のその修理伝票に書いてある名前となんかサポートセンターに電話した時のなんか担当者の名前が同じだったような気がするので、そんな人数で回してるわけでもないと思うんですけど、なんかもうやる気がないんですよねなんて言うんだろう、怒りを沈めさせれば俺たちの仕事は終わりだみたいな、そういう感じで、別になんか真摯に対応してくれるわけでもないのでもうこんなにイラッとするサポート初めてだなと思って、もちょっとソフトバンクやめてやろうかなぐらいの勢いなんですけど、ほんとそういう感じで、私たちに非はないメーカー側が問題だみたいな、なんかもう初めからじゃあ Google に問い合わせて修理に頼むのが良かったじゃんぐらいの感じになってますね。まあ、ちょっとこの Vlog で愚痴るのもどうかなと思うんですけど、少なくともこれからまた同じようなことが起こった時にこんなバカなことをやりたくないので、そのサポート修理サポートのところにいろいろ詰め寄ってみたんですけど、このフェリカお財布携帯のチップを初期化しなきゃいけないっていう方法って、まあ、少なくともドコモは店頭で自分でタダでできるんですよ。もう端末を持ってって店頭で端末をピピピって操作してスマホをピロって当てるともうそれでできるらしいんですよ。ドコモはそれでいいんですよ。ただ au とソフトバンクはなんかその初期化をするっていうルートがほとんどないらしくて、ないって散々聞いたし、自分が行ける範囲のソフトバンクには片っ端から電話かけてできないんですかって聞いたんですけど、まあソフトバンクショップは逆に言うともう店員のスキルがそういう難しい技術的なことに対応できる人たちがほとんどいないので、全然回答がもうちぐはぐで、人によってはいやうちではできません、他の人はいやそれどういう意味ですかとか、そういうもうどの人も全然言うことが違って全然話が通じないし、もうこれは修理しかないんだろうなって勝手にそこで私が思い込んでしまったのも申し訳ないんですけど、ソフトバンクの修理担当の人曰く、私たちは全く把握していないと、その初期化っていうことが店頭でできるかどうか私たちは全く把握していないと、ただできる店舗もあるらしいですっていう答えでした。もうそれが腹立つんですけど、この症状が起こった時に、まあ私と同じ道を歩んでしまうと2万円払う羽目になるんですけど、もう自分の家からどんだけ遠いソフトバンクショップでもいいので、ひとまず片っ端から電話かけてもう初期化ができる店舗を探すっていうのが正解みたいです、どうも。
なんか店によっては本当にできるところもあるらしくて、それを把握してないっていうソフトバンクがどうかなと思うんですけど、一応なんかそういうただでこれを乗り切るっていう方法もあるっていうことらしいです。はい、もうちょっとやめときます、愚痴になるんでということで、まあフェリカのチップの初期化はしようと思えばできるところもあるっていうのが今回のこの双方修理したことによって得られた知見でございます。もうでも多分次はソフトバンクで買わないでしょうね、こういうやり方をするんだったら。ほぼ初期不良だと思うんですけど、それで2万円も払わされて、で挙句の果てには今買うと2万以上安く買えるっていうね、腹が立つ状況なんでだったら買うよってなりますよね。そういう話でした。ともう一個長いんですけど、先日から運用というか設定を始めている DS1821 プラスの話になるんですが、紆余曲折あってですね、結局手元にあるハードディスクをいろいろ追加して動かし始めたんですけど、まあ、やっぱりその SHR に、まあ、レイドじゃないですけど、そういうプールを作る作業の過程の中でやっぱり不良セクターが出てきたりするハードディスクが何本もあって、今片っ端から捨てなきゃいけないハードディスクと RMA に出せるハードディスクとこのまま使えるハードディスクにより分けてはいるんですけど、追加をしてって、他の NAS からデータを移動する余裕を作る努力をしてるんですが、やっぱりちょっと一番時間かかるのは8テラですね。8テラのハードディスク今1本追加して、あのレイドを修復したりと、レイドというか SHR を修復したりとか、このパリティ整合性チェックっていうのをやると1台で2日ぐらいかかるかな、大体。うん、初めに全部ボタンを押させてくれれば放置でいけるんですけど、なんか2段階あるそのストレージプールの再構築とボリュームの追加っていうのを2ステップで分けてやらなきゃいけないので、どうしてもタイムラグが生じるのもあって2日ぐらいはかかるんですが、 13% ぐらいなんで、もうこれ2日目で 13% なんです。これ 100% までいくと容量が使えるようになって感じですかね。結局結論としてはですね、もう移動させるための容量が、壊れたハードディスクの量が多すぎて足りないので、8テラのまたこの安かろう悪かろうハードディスクを2本、これをまた2本買いました。でも16テラ追加になるんですけど、実際に使える量は多分12テラぐらいだと思うので、それでまた足りるのかなって話にもなるんですけど、とりあえず安かろう悪かろうハードディスクを追加しましたと。今構成として8テラが2本と10テラが1本で、あと3テラが4本で、4テラが1本って感じかな。なんかめちゃくちゃですけど、アイアンウルフみたいなのが混じってたりとかそのめちゃくちゃな構成なんですけど、とりあえずデータを移動させるためにはもう致し方ないので、後々しょぼいハードディスクから交換していくというイメージで、もうすでにドライブウェイがマックスになってる状態ですねこの状態にしてもまだ使える容量は20テラぐらいなので、やっぱりちょっと8テラとかに全部入れ替えていかないと容量としては全然使えないので、めんどくさいですねこれ。ちょっとこの作業をしようと思います。で、私もあんまりあの RMA っていう作業をしてないんですけど、1台やっぱり8テラのこの同じ今買ったハードディスクと同じハードディスクが不良セフターが出てボリュームが劣化って出てしまったので、こいつ RMA したいんですけど、シーゲートよくわかんないですよね。なんかウエスタンデジタルは意外と送りつけたらそれだけで交換してくれる気配があるので、毎回送ってしまって、まあ帰ってきて交換されてたらモケモンだなと思ってるんですけど、シーゲートはなんか C ツールスのテストに引っかからないと RMA できないくさいんですよね。でも大体あの C ツールスに引っかからないレベルの壊れ方してくれるんでそれが一番困るんだよな。これ不良セクター今だいたい処理済みセクターみたいなのが出まくってはいるんだけど、テストは通っちゃう感じなんですよ。でゼロフィルとかでフォーマットすると不良セクターだけがどんどん増えていくんだけど通っちゃうみたいな、イラッとする壊れ方をするのでこれね、どうなんでしょうね。多分今一番ハードディスクで容量単価で考えてコスパがいいのってこの8テラか12テラかみたいな感じだと思うんですけど、値段的に考えると。あ、でも12テラもっと高いか、この8テラの1万2、3000円ぐらいっていうのが一番コスパがいい感じがしてるので、これを大量投入してるんですけど、やっぱりこれちょっと外れ引く率が
思った以上に高い感じがしますね。なんかナス、気がします。3分の1とか4分の1ぐらいは不良セクターがある感じ、不良セクターがあるというか不良セクター出てくる感じの気配を感じるので、これを RMA して交換してもらってちゃんと使える状態まで持っていけるんだったらいいんですけど、なんか1万3000円をドブに捨てるようなことはもうしたくないので、ちょっとこれを出せるようにする努力をした方がいいかなって感じにはちょっと今なってますね。で、ちょっとこの辺のボリュームの再構築が終わってくれないといろいろ試したりとかできないので、ちょっとそれまでは預けですかね。アイスカジとかいろいろそういうのをご紹介したいんですけど、ボリュームを再構築してたり修復してたりすると使えなくなる機能が結構あるので、いろいろご説明する中でできないことがあるのも悲しいなと思って、ちょっとデータ移動兼このパリティ整合性チェックが終わるのをちょっと待って動画を作るようにしたいなと思っております。